こんにちは。今回はですね、あの即病院の岡部先生に、履いてはいけない、靴ワースト3を教えていただきたいと思うんですが、まず、はい、まあ、第3位というか、そうですね、3位は第3位はローファーですね。ローファー、はい、学生が履くような。そうですね、まあ、大人でも履いてらっしゃる方いると思うんですけど、はい、ローファーってそもそも、まあ、ローっていう名前がつくぐらい、まあ、屋内靴だったり、まあ、軽く履くための靴がファッション化したみたいなところなんですけど、まあ、やっぱ紐靴じゃないじゃないですか。紐靴じゃなくて、あの先端の方しかないので、よくカパカパ脱げちゃってる人とかいますよね。で、まあ、本当にジャストフィットして、紐で締めなくてもあのぴったり着てて、あのちゃんと考えられた靴だったらいいんですけど、あの革靴ってスニーカーみたいにあのクッションとかの遊びがない分、やっぱフィットしてないことが多いんですね、市販で使っちゃうと。でそうするとこう足がどんどんこう悪くなっていくし、まあ、日々疲れやすかったりすると思うんですけど、まあ、よくないですね。まあ、どうしてもこう学校とかで履かなきゃいけないみたいな時はどうした方がいいですか？そうですね、なるべくいいローファーを見つけて、かかとがはまるような。そうですね、カパカパしないっていうところですかね。で、まあ、つま先とかもぶつかってない横幅もあってて、カパカパもしっかり合ってる、まあ、あとはあのローファーにインソールを入れるっていう手も一つあります。じゃあ、第2位は何でしょうか？第2位はクロックスです。あ、クロックス。最近は、まあ、流行ってるのか流行ってないか分かんないですけど、まあ、一時期すごい、一時期すごく流行ってたっていうのあるんですけど、クロックス履いてると本当に何もないところにつまずかれる方多いじゃないですか。あれってやっぱりこ うまく歩けてない証拠だと思うんですけど、まあ、足のサポートが全くないんですよね。あの足っていうのは、まあ、こうだんだん崩れてきてしまうので、まあ、それをこう横から支えてくれたり、まあ、紐靴でしっかり支えてあげたり、足に追従してくれるっていうところが大事なんですけど、まあ、クロックスだとやっぱかかとの支えもないし、ブカブカで足もこう潰れ放題で、追従してこないので、あのペタペタした歩き方になっちゃうっていうところがありますね。まあ、やっぱり横がこうとしてもローファーもそうですけど、横がカパカパというか、うん、しっかり締まってないと悪いってことですか？そうですね、あの一番はこのかかとがこう倒れてくるんですね、横に。あのこう倒れる部分があるんですけど、ここを横から支えてくれるっていうのは靴にとってすごく大事なので、あのそこがしっかりしているものは大事ですね。じゃあ、まあ気になる一番悪い靴は何でしょうか？一番は上履きです。上履き、これは、はい、難しいですね。そうですね、もうあのこれ学校学生とかだともう本当にしょうがない、もう指定されてたりとかもするんですが、まあ、上履きって言ってもあのもちろんいい上履きもあるんですが、いわゆる皆さんがイメージするようなゴムでやられたあのペラペラ あのやつなんです、の上履きは良くないんですが、まずゴムなのでこうヒールカウンターってかかとの 横もない。で靴っていうのはシャンクって言って、あの足のこうこの辺りに硬い素材が入ってるんですね。この硬い素材が入っていることで歩くときにこう、 うまくアーチが保たれるんですけど、シャンクがないとこういう風な動きをしてしまうんですね。でこういう動きって扁平足になる動きなので、あの足を悪くしやすいんですね。で、紐靴じゃないし、あとなんかサイズが合ってなくてもちっちゃい子分かんないので、キュッキュットントンってグッて入れて入っちゃうみたいな。そうすると指がこうギューッと締められちゃって指使えなくて浮き指になっちゃうところもあるので、あの、まあ、上履き、まあ、そういう典型的な上履きは本当に変えた方がいいっていうのがあります。だからあれ靴かかとでこう、合わせてから靴紐を結んでるっていうのが。そうですね、はい。まあ、靴の逆にいい選び方でいうと3ポイントあって、まあ、ヒールカウンターがしっかりしている、シャンクがしっかりしている、紐靴みたいなところを、まあ、意識して選んでもらえるといいかなと思います。なるほど、わかりました。じゃあそういうところであの意識して、まあ、万が一です、ね、上履きどうしても履かなきゃいけない場面はほとんどあると思うんですけど、その場合はちょっとこうあのインソール入れたりとか。そうですね、まあ、あといい上履き、いい靴を買う、まあ、ちょっと高いんですけど、悩ましいんですけど、なるべくあのそうしてもらえるといいと思います。基本的に値段高いほどあれいい靴っちゃいい靴なんですか？まあ、そうですね、はい。まあ、ブランドじゃなければって感じですか？そうですね、はい。あのちゃんとした靴メーカーさんが出してたりとか、あのしっかり足のこうことを考えた靴ですみたいなのを、言っているのを選ぶといいかと思います。なるほど、わかりました。じゃあその点をちょっと気をつけていただければと思います。はい、じゃあこれで今日ありがとうございました。ありがとうございました。